こんばんは。皆さん、すみません。遅くなりましたし、予定も入れてございませんでした。こんばんは。今日昼公演行きました。スタジオセコありがとう。私のショールームが3周年。こんばんは、ありがとう皆さん。今日お風呂に入らなかった、入らずに配信したら絶対に寝落ちをすると思って、お風呂に入ったらこんな時間になりました。すみません。昼より楽しかった、休み取ってよかったです、ありがとう。疲れ連続だし、リボンお肉はねえ、リボン可愛かったねえ、あの衣装がね可愛いんですよ。こんばんは。1曲目の歌いたいっていい曲です。そう、本当はもっと歌いたいんじゃけどさ、歌いたいを長くね。ぜひフルサイズ聞いてみてください。こんばんは。配信中に寝落ちをするというよりか、配信が終わってからもう、あー疲れたってなって寝落ちをするってこと。和田と言ってらっしゃる方が多い。こんばんは。ツイッターでも見ました、美味しかった。うちの運動量さすがでした。本当来てくれて嬉しかった。ああ、ねえ、かわいいよね、あれ。まだ元気。帽子大きくてかわいかった。夜公演で、ヴァイオレット・エヴァーガーデンみたいな髪型をしたんですよ。ヴァイオレット・エヴァーガーデンちゃんの画像を見せて、したら帽子がね入らんくて、からかぶれんくて、そのお団子が後ろに2個ついとるせいで、それでもう、あ、やばい、これはもうずっと浮いてるわって思いながら、なんて言ったらいいんじゃろうね、パッカパカのまま踊ってて、だからめっちゃ笑ってます私、そのせいで笑って。なんか、あ、そう、 TikTok 上げるんだった、途中までやってた。それでね、なんであんなに笑ってたんだろうみたいなツイートとかも見たんですけど、そういうことです。できまちった。
って思いながらずっとその状況がおかしくなってきて、自分の中で、うん、そう TikTok あげましたが NG テイクなのですみません、またちゃんと撮ります。その花取り声持ち込んだ、お山口と広島で公演が発表されていますので皆さんもぜひ、今日で3周年ね、知らんかった、こんなちょっとしか配信できんかったね。リアルの髪型可愛かったね、今日可愛かったですね。この前髪をさ伸びてきてってさ、前髪なんかちょっと遊んでみたけど汗で大変なことになった。多分もうちょっと伸びたらねやってみたい前髪になれるんだと思うんだけど、ともやさんお誕生日おめでとうございます、おめでとう、おめでとうございます。あ、今日じゃないんじゃ3週ね、なんかすごいマネージャーさん、私、うん、マネージャーさんに今日楽しかったって最後聞かれて、え、何ですか、楽しかったですけどって言ったら、なんかいつも以上に楽しそうだったからって言われてそんなめっちゃさ、なんだろうね、そんな風に言われるなんてと思いました。戦闘機かわいい、うん、ルッチー、ありがとう。僕も誕生日近いです。おー、いよいよ嘘、本当の直前は嘘つかないんだ。ウィッチスイッチでの足長りぶりがすごかった、久しぶりだったけんね。お昼からテンションが高くなった、うん、めっちゃ言われた、なんでなんだろう。でもね、人のね生誕、そう、メンバーの誰かの生誕祭はさ、こうなんかハッピーな気持ちになりますよね。だからかな、うん、なんか双方の愛を感じていいなってなるけど、自分の生誕はもう緊張の嵐。こんばんは、やばい、絶対配信いっぱい映ってるとか、いつもは、うん、ね、200人のキャパだとして、いつもは200人中10名の方ぐらいが見てくださってるかなぐらいだけど、今はみんなに見られてるかもみたいなあの、そう、めっちゃ緊張するんですよ。何度も通ってたら新生スタジオハマってきました、ハマってきた、ね、そういうとこあるよね、めちゃめちゃ楽しそうだった、本当？
調子たくさんで安心にはならないか。いや嬉しくなるよ。だってこう見渡しても私が知ってるお顔の方ばかりで、わあみんなこの日にこの日を選んで見に来てくれたんだって思って嬉しくはなるんですけれども、スピーチとかが一番最後ら辺にあるから緊張する、ずっと緊張してるだけで。それもちろんペンライトの色とかもだし、お顔を見たりして嬉しくなることは当たり前です。絶対こんばんはなっとるんちゃけどね、緊張も続いてる。9月3日当たるといいので生きてます。本当にいつもこっちを泣かせてくれよって聞いてる。いやスピーチ最初がいいかもね。したらもうなんか今までスピーチを手紙とか書いて行ったことなんかないから、私が書いていけばいいのかなって思った。その緊張しないためにはいつもねスピーチで緊張するから、何喋ろうなんかね、そこで考えちゃったりするんですよ、いつもその場でね。まあその場でその場にいるからこそのなんて言ったらいいんだ、そこのリアルタイムの声みたいになるじゃん。だからいいかなと思って、ほぼ考えないで話してたんですけど、これからはなんか考えてっていうか、私も手紙書こうかな。あ！みんな T シャツ無事に受注。今日はまだよね。ある程度考えたいってことプラスその場の雰囲気で、ババババンビーさんの対バンチケット取ってた僕を褒めたい。すごいありがとう、ヌティ予約してありがとう。皆さん今日はありがとうございました。平日だからすごくね、皆さんが来てくださるか見てくださるかちょっと不安だったんですけれども、たくさんの方が見てくださっていて私は嬉しかったです。それでは壇上を読みます、13位長谷川さん、12位セルジュルタンスさん、11位シギさん、10位丸三角シッカークさん、9位キミさん、8位デブニャンさん、7位ブルーさん、6位坪井ゆうすけさん、5位ジュノラゴさん、4位ホジェさん、3位ユキさん、2位1たす2は3、うわー、そして1位はドゥルルンちゃんなっかんさんでした。やばー、誘導された、すごい。